さあ今日戦闘訓練があるよな。まあこの自由行動やってカンナさんの、トレーニングを受けた後にね、こっからは回復技が使えると思うので、アイリスの必殺技でね、ちょっとそこを期待してやりましょうか。アイリスちょっといいかな。なにちにちゃん、あ、プレゼント行こう。変なプレゼントが来る実家。あれもアイリスはあれかな、蜂蜜があるからな。ちょっと待ってあの蜂蜜で喜んでくれるのは知ってるからさ、山水画とか百科事典とか気になるんだよな山水画渡してみようかどう思うだろう。山水画だけど飾るかい。いらないまあでしょうねまあ蜂蜜渡しときましょう蜂蜜なんだけど食べるかい。うん、ありがとうチーニーちゃん。じゃあ行こうジャンポール。この蜂蜜でところてん食べるシーンとか出てくんのかな例のかやまクイズでね。じゃあ筋トレしていって、よし、じゃあまあ試験行きましょうか。よし、じゃあ戦闘ですね。まあ回復ができるっていうことをちょっと期待しながら行こうか。だから中距離の時は、あー避けられた。命中率あんだけトレーニングしたのに。こういう時に気貯めておこうか。どんどん気貯めて、攻撃できる中距離の時は攻撃して、で、気合をどんどん貯めて、で、まあ、中距離だから攻撃、今のうち、あ、やっぱ避けられるな。ちょっと不利な状況になってきたな。ここら辺からはもう防御していっても十分気合溜まるでしょう。で、攻撃して、で、ここで防御して、攻撃、あれでも必殺って出てこないな。必殺って出てこないな。離れて、必殺って出てこないんですけど、大神さん、必殺って出てこないんですけど、どうすればいいですか。大神さん、大神さん、こういう時どうすればいいですか大神さん、どうすればいいんですか。今やり直してます。おそらくまあ必殺は戦闘訓練じゃ出ないんだろうな。あの一番最後の週の本番の戦闘の時しか出てこないんだろうね。まあこれは普通にも戦って勝っていきましょう。よし、勝ちました。やったな、タイガ君。なかなかの戦いぶりだったぞ。で、中将に報告してもらって、多分まあこの後のメッセージも同じでしょうね、アイリスは。よし、じゃあ、夜の見回り行きましょうか。さてと。まあ、楽屋行こうか。アイリスに会いに行ってね。あ、なんだろう。あ、アイリスがうとうとしてる。なんか似たようなイベント、桜ワンにもあったね。ふにゅ。ふにゅーっていう発音したことないけど、まあ多分うとうとして寝言っていうかね、むにゃむにゃしてんだろうな。部屋まで運んであげようか。部屋まで運んであげよう。どうやって運ぶんかな。お姫様抱っこなのか、それともおんぶなのかね。ふえ、ここアイリスのお部屋。ちにちゃん、抱っこだったんだ。解決しました。よかったよかった。抱っこしてくれたんだ。ありがとう。おやすみなさい。ちゃんと着替えろよ、アイリス。その服のまま寝ないでね。ん？もうこんな時間か。日記でもつけて寝ようかな。起きてんじゃん。なんとなくそんな気がしたけどな。ちにちゃんいる？いるよ、アイリス。夜遅くにごめんね。ちにちゃん明日お暇？うん、暇だよ。明日、アイリスと一緒にお出かけしようよ。もちろん。行きましょう。そうだね。行こうか。わーい。じゃあ、明日の朝、1階のロビーで待ってるね。おやすみ。おー、よかったよかった。ちょっとね、流れ心配したけども、アイリスとね、いい時間が過ごせそうですね。今日はアイリスとお出かけだ。
急いで着替えなくちゃ。あ、例のやつですね。この急いで着替えるくだりは必ずあるんだな。まあ鮭切ったりはしないので、ちょっとここは飛ばしますね。仕上げに髪を整えると。よし、 OK だ。完璧ですね。アイリス、あの格好で来るかな。青いね、あのお出かけの時の服ね。アイリス、おはよう。あ、緑のいつもの服だね。おはよう、ちぎちゃん。じゃあ行こう。まあお出かけの時に特別な服を着ていかないってことは、お兄ちゃんとはちょっと差がつけられてるな。すごい賑やか。みんな日本人なんだね。そうか、そういう感覚なんだな。劇場でお客さんがバーッと埋まってるのも見てるだろうけど、こうやってお出かけしてね、街を見るってのはそんなにね頻繁にはやってないんだろうな、アイリスは。いやでもこのアングルなかなか見ないな。原作でもあったかな、こんな高いところから見る背景ね。ちなみにアイリスはフランス人なんだよ。知ってる知ってる、もちろんね。パンが硬いよね、いいな。みんな外人だよね、アイリスからすれば。違うよ。え、そういう意味じゃないかな。フランスにいるフランス人は外人じゃないんだよ。どういう意味？アイリスから見ればみんな外人だよねっていう意味で私は喋ってんだけど。ねえ、ちぃ兄ちゃん、アイリスお腹すいた。ケーキでも食べる？カツ丼とか好きかな？どれが良かったんだろう？うん、アイリスケーキ食べたい。なんかケーキで足りるかなっていう疑問もあるけどな。あ、ちぃ兄ちゃん、ここすっごくケーキが美味しいお店なんだって。へえ、これあれかな、神山がランスロットとかとよく話してるカフェかな。新桜大戦でね。違うかな、どこのお店だろう。よし、それじゃあここで食べようか。なんか元々のナンバリングとどうつながってるかとかも考えていくの楽しいわね。ほんと？わーい、ちぃ兄ちゃん大好き。さあどこ行きましょう。はい、うわー本当に美味しそうだね。それじゃいただきます。あ、違うでしょアイリス、そのケーキの食べ方。なんで一個一切れ全部ぶっ刺して渡してきたの。ちょっと、全部一口で。どうした、これよく OK 通ったな。いやー、まさか一切れ全部を刺してくるとは思わなかったな。美味しいねちぃ兄ちゃん。あー美味しかった。さあそろそろ帰ろうか。ちぃ兄ちゃん、アイリス眠くなってきちゃったよ。まあおんぶしていきましょうよ。そしたらしょうがないな。ほらおんぶしてあげるよ。わーい、ちぃ兄ちゃん大好き。お兄ちゃんの次だけど。そこ重要だからな、お兄ちゃんが一番だからね。今日は楽しかったねちぃ兄ちゃん、また行こうね。もちろん行きましょう。ありがとうねシャトーブリアンさん。ふっ、今日は楽しかったな。おっと、もうこんな時間か。そろそろ寝なくちゃ。もうこのお出かけすると結構あっという間だからな、本当に。もし、じゃあ次行きましょうか。また明日から訓練の日々ですね。おやすみなさい。はい、じゃあ続けていきましょうか。何を聞こうか。よし、マリアとかについて聞く？アイリスから見てマリアさんってどんな人かな？すごく美人な人だよ。あー、そういう風に見てんだな。まあ確かにさ、アイリスが大人になった時の像に一番近いのはマリアだろうかな、みんなの中では。だからああいう大人になりたいみたいなのをちょっと描いてるかもしんないよね。でも怒ると怖いかも。じゃあ行こうジャンポール。まあなるほどな。あれ、何やってるの？あ、ちぃ兄ちゃん、お芝居のお稽古だよ。あ、そうだ、ちぃ兄ちゃんもやってみる？割とね、部屋に入って唐突にさ
会話してるけど、そんななんか気軽にドア開けてよかったの、アイリス。よし、じゃあやりましょう。これなんだろう、やってみようかな。じゃあアイリスのお手本通りにやってね。はい、右手上げます。はい、右手、左手でスカートの裾をつかみつまみます。へえ、最後に腰と膝を曲げて、アイリスでーすだよ。アイドルのつかみかな。なんかショートケーキ大好きアイリスでーすみたいな、あのアイドルの人たちがやるやつあるじゃん。ああいう練習かな。右手上げて、左手でスカートの裾をつまみ、腰と膝を曲げて、アイリスでーすだね。はい、わかりました。じゃあやってみて。まずは右手を上げますね。右手を上げる。で、次は左手でスカートをつまむ。最後は腰と膝を曲げて、これでどうだ。ちにちゃん偉い。これでアイリスの挨拶は完璧だね。ちにちゃんもそのうちアイリス役で出るのかな。なんかアイリスのピンチヒッターみたいな感じで、ちー兄ちゃんはいつか舞台に立つんだろうか。よし、じゃあ見回り行きましょう。うえ、加山だ。ここにもいた。いや、大河君、慣れなきゃいけないな、そろそろ。俺は加山雄一。そうだ、クイズを出してあげよう。幸せだなぁ。じゃあ、加山クイズ当てていきましょう。まあ、アイリスのアイコンのところの加山をクリックしたから、おそらくアイリスに関するクイズですよね。アイリスの生まれた国は、もちろんフランスですよ。こんなん簡単簡単。シャンパーニュですよ、出身は。そんぐらいわかるわ。アイリスの名字は、シャトーブリアンですよ。簡単ですよ、加山さん。舐めてんですか？正解だ。アイリスがいつも抱いているぬいぐるみの名前は、簡単ですよ。加山さん、ちょっといくらなんでも簡単すぎませんか？正解だ。以上でクイズは終わりだ。君の気持ちはアイリスに伝えておくよ。アディオース。加山さん、もっと難しい問題出していいんだよ。まあとりあえずちょっとアイリスと少しずつ距離が詰まってきた感じがするのでね、この調子で見守っていただきたいな。なんかアイリスと関わりを持ってると、こちらのね、気持ちが優しい気持ちになってくるね。癒せるわ。ギスギスした大人の生活から。やっぱこの6人のバランスがいいんだよね。花組6人のね、そういう世界観を生み出したこうヒロイさんだったりとかね、あのキャラクターデザインでね、藤島さんだったりとか、まあイラストでこう松原さんだったりとかっていうところでね、世界観をこう作ってくれたのが、やっぱこう時代が20年以上経ってるわけですけどね、桜大戦っていうのが。それでも今やってもこの6人に会いたくなる作品ってことが再確認できるいい時間ですね。あの皆さんもこうやって見て付き合ってくださってるっていうのはすごく嬉しいですし、皆さんにもそういう時間をね、なかなかゲームボーイをね、今この2022年に手元に置いてる人っていうのは滅多にいないと思うので、ちょっとでもね、こうやってゲーム実況するっていうのがセガさんがね、お許しくださってるので、こういう時間を共有できたらいいなと思っています。帝国歌劇団の魅力をね、一緒に追いかけていきましょう。はい、じゃあ、次回アイリスのデートから一緒に見ていってください。ご視聴ありがとうございました。見てくれた全国の隊長のケレ、大正桜にロマンの嵐。